3分間ウルフォー講座、今回はチャイニーズブラザーズのお兄ちゃんユンですね。今作ではかなり強いキャラと言われております。まずはターゲットコンボから見ていきましょう。ジャンプ中に弱パンチ前強パンチで2段ヒットが出ます。非常に使いやすいのでどんどん狙っていっていいんじゃないかなというところですね。そしてしゃがみ中パンチしゃがみ強パンチというターゲットコンボあります。あんま使わないですね。しゃがみ強キック立ち強キック、これもあんま使わないですね。立ち中パンチ強パンチ後ろ強パンチ、まああんまり使わなくなりましたね。弱パン弱キック中パンチ、これはまあ使ってもいいんじゃないかなというところですね。ちょっとざっとなんですが以上です。それで特殊技なんですが、前入れ中キックで旋風脚というちょっと空中に飛んでリーチの長い中段技を出す技があります。そして攻撃の要ですね、ジャンプ中に斜め前入れ弱キックか中キックか強キックでそれぞれ軌道の違う急降下キック雷撃手が出ますね。これによってかなり相手の照準を散らすことができるのでガンガン使っていっていい荒技ですね。そして前入れ強パンチで打開という技がありますね。まああんまり使いどころはないんですけれども、一応後ろの手にも攻撃判定があったりします。多分では必殺技を見ていってみましょう。まずは波動拳 P で絶唱方法ですね。かなり遠距離からセービングを割れるパンチを打つので先端をガードさせるように打ったりしてもいいんですが、まあ、大体は連続技の締めとかに使うのかなというところですね。 EX 版は2ヒットするしセービングもあるしガードされてプラス1です。そして、昇竜拳 P で鉄断行が出ますね。弱中強という形です。単体でもダメージがそれなりにありますし、 EX 版は弾抜け性能も高いので中距離でおもむろに狙っていってもいいんじゃないかなというところですね。まあ、弱は連続技にもなりますから、こんな感じで赤瀬人とも相性が良かったりします。そして昇竜拳キックで二将脚が出ますね。弱はそれほど隙がなく、強は無敵があるんですが隙が大きいです。ただしガードされても相手の後方にガーンと飛んでってしまいますので、ちょっとこんな感じですね。なので反撃はあんまり痛いものを入れられにくいという特性はありますね。 EX 版は無敵もありますし大位置も可能です。そしてですね、竜巻 P で小牧師が出ますね。弱で打つとフェイントなんですが、中と強はこのように攻撃判定が強い攻撃が出ますね。 EX 版はバーンと相手を吹き飛ばすことができますので、この後大位置がちょっと失敗しまったができたりします。逆ヨガ K で前方転身という投げ技が出ますね。非常にラッシュキャラのユンの中でさらにこのようにですね、コンボがつながるような駒投げができるのでかなり重宝してていいんじゃないかなというところですね。スーパーコンボは真空波動 P で出る幻影陣ですね。ちょっと珍しいんですが、この後一定時間の間ですね、このように連続技に通常攻撃がなるようなそんな時間帯が生まれるというスパコンです。そしてウルコンは真空波動 P 向けて用法ですね。いろんなところから狙えますし、当たった後はこの絶唱方法で追い打ちが可能です。そして飛び道具抜け性能の高いウルコン2ですね。真空波動キック3つ当たるとかっこいいし、弾抜け性能はかなり高いですね。ユンは以上です。皆様こんにちは、ウルトラストリートファイター4の実況プレイ動画を始めます。頑張っていきましょう。現在のプレイヤーポイントは 1846PP でございます。前回の動画の記憶があんまりないんですが、今回は元気なのでこのまま PP2000 を狙っていきたいと言い切りたいところなんですけれどもですね、ちょっと分かったんですよ。毎回2000になりたいと言って慣れてないんだったら、もう2000にならなくていいと思い込んだらもしかしたらなれるんじゃないかなみたいな、そういう浅はかなりし思考がちょっとありまして、だから今回はランダムで2000ランクもやっていくんですが、この2試合に関しては負けるんじゃないかと今思ってるんですね。だからこれで多分ね勝てるんですよ。この天才的なひらめきを皆様ぜひねご堪能いただければと思います。今回自分はランクまでランダム2戦負けます。しかしこのキャラ別会に関しては頑張りたいと思っております。今回使うキャラクターは気合が入りますよ。真剣勝負コンさん。なんかですよ、ウルトラストリートファイター4というゲームではですよ、みんなが口を揃えて最強キャラだというキャラクターがいるらしいんですが、なんか自分がやってるこのね青空ストリートファイター4には残念ながら入っていないようで、まあなんかどこを探してもそんなキャラがいないんですよね。だからしょうがないので、その代わりに入ったコンパチキャラのコンさんを使わせていただいているという形なんですが、まあ自分はですね結構使いこなしてはいるんですけれどもですね、残念ながらこのコンさんキャラ性能的にちょっと難しいところがありまして、なかなか勝利が難しいんですが、あれ今気づいたんですけれども、帽子に書いてあるっていうか貼ってあるワッペンはあれスケボーなんですね。いいと思います。さあユンのウルコンなんですけれどもですね、ウルコン1は陽砲、ウルコン2は総雷連撃かな、
とかいう名前だったはずなんですけれどもですね、まあ、基本的に全キャラに対してウルコン1でいいと思います。それぐらい使い勝手のいいウルコンとなっています。ただしですね、ウルコン2もですね、実は他のキャラにあったら強いって思われるぐらいの強いウルコンになってるんですよね、総合雷電撃。さあこのコンさんをですね、ユンさんにバージョンアップできるかどうか。弾撃つんじゃない、しかし対空、鬼の対空だ。よし対空、よし読み通り、爆ス読み、よいしょ、あっバージョンアップ、おしゃれコンボ、あそうだ、あサガットクラウンテンいっちゃう、よし、あーやべ、空対空読み通り、まあ、食らっときゃだ、よし、それ逆だよそっち、ふえや、おしゃれ、おしゃれコンボ、よっしゃ、あ、よし、よし、あ、当たってるのに投げ、そしてセーリング、あーやっしゃ、読み通り、そしてバー、やべえ、きらめくクンフ、コンさんをですよ、クンフを積むとユンさんに変わるんですよ。そしてユンさんの先にも道があるということをこの前リスナーの方に教えていただきました。その名はアン、いやエンですね、アンは違うわ、エンさんを目指して、よし、うん、やはりきらめきバージンレッド、よし、あターゲットコンボだ、よし、ダニー、ダニー、打開効かねえ、あー膝の方が強い、おいしい、チェーンコンボ、うわーそこまで追い詰められてないでしょ、まだびっくりしました、こっちが追い詰められてる、やめとくれ、もう一回、えっ結局セービング、どうだこのきらめくクンフのきらめきは、ペペペペパイ、どうですか性能いいでしょ、玉抜け性能が、さあそしてオロ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 、やったね、えこのキャラ強いんですけど、誰だよこいつを弱いって言ったやつは、出てこいよ、いやマジでね、いやこれ完全なめっぷじゃないですか、別にあんたをなめてるわけじゃねえよ、余裕の証ってやつみたいな、アカシックバスターというわけで、今のキャラ誰でしたっけ、ユンさん次使わせていただきます、ユンが使えるな、あこの方はいつも自分はラジオ放送しているんですが、そこにいつも現れてくれる超高青年系ユン使いですよ、この前格付けは終了したはずなのにそこに入ってくるとは、いい度胸じゃないですか、この前生放送で三崎をやったらばですよ、2勝1敗でしたよっほー、頑張りますよ、さあこのですよ、あやばい今名前にそうなっちゃった、この方に勝てば、まあリスナーの方なんですけれども、この方に勝てればですよ、このユンはエンさんにバージョンアップされます、皆様どうぞご期待ください、テクニックで翻弄します、勝ったぜ、俺には勝てないかな、よしよし、まあまあよし、でそして相手の方打ってくる、打ってこない、ファイヤーに釣られたクマ、ファイファイ、はい、まあまあここまでは、やべ、ヨーホーヨーホー、よし、いやーセービングアタック、ウィールドチャンピオン、ウルコンを超入れて、あいたベッチ、チャンス、チャンスゲッタースイッチ、おーそれっぽいんだな、これがなんでって、ねえ、しゃがんでたら何も入らないんですか、 EX じゃなきゃ、何今かっこ、やべえバカバカバカ、ウルコンを、あべえ寸止めからでなんですよね、あっぶねー、すっげえ、もう紙一重スレスレの勝利でしたね、壊れちまうか、壊れちまうか、はい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 、あっういやういや、
壊れちまうか。おうおうおうおお、やべ、壊れちまうか、壊れちまうか、やべやべ、あれうまい、あ、ライフしてなかった。え、もう塩酸使いになろうかな。えでウルコン、ウルコン撃つぞ、撃たねえよ。あー、口ぶれが効かない。読みど、え、かかるの、やべ、それ減る、やべ、こっちも返し、やった、よし、赤ゼビ、赤ゼビ、赤ゼビ撃てないわ。え、君、この緊張感に耐えきれずに旅立ってしまったようですな。おお、これは相手の方への手向けでございます。グッグッグ、あれ、これでもやばいな、冷静に考えて。塩酸使い爆弾って感じですね。あれ、これメインキャラあるぞ。なんで今までこのキャラを使わなかったんだろう。このキャラすごくいいですよ。さあ、このキャラウルフォンになってどうなったのかと言いますとですよ、まずですね、遠距離中パンチ、しゃがみ中パンチ、これコンボパーツなんですが、なぜかダメージが10ずつ上がりました。この理由は自分に聞かないでください。自分が聞きたいぐらいですね、はい、そしてですね、 EX の絶唱方法、これがですね、ガードさせてプラス1フレになりました。なんでかってわかりません、誰かに聞いてください。そしてですね、まあ、弱体化した部分も若干、いや、ないかな、なあんまないですね、はい、とにかく強くなりました。で、なんといってもやっぱ赤セミとの相性がとにかくいいから、もうそれだけでかなり情報修正という感じになってますよね。やべえやべえ、なんかすげえカッ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 、いいですね、打つしかない。 OK、はあ、やべ、バレた、パラスよ、いや、負けたくない、ウルコン総外連、これで、ね、格段入れられないと見た、そういうことですよね、はい、いやいや、でもおかしいですね、ちょっと待ってください、おかしいな、これ当たってたら勝ってた、当たらなかったら負けました。うい、あー、相手の方ライフシュー打てない、自分と一緒だ、ゴール、うー、打ってきちゃう、打ってきちゃう、打たないんだ、逃げてやろ、なんで、やめてくれ、あ、赤セビ、赤セブ、うー、絶唱方法させて、逆に打たれそう、やべ、赤セビだー、赤セビはない、赤セビ、はーい、はーい、やめとくれ、あー、お前、今当たってなかったじゃん、しまったわ、グレムチだったじゃん、くっ、あー、3に逆戻り、なんか今2階級特進で貴様アンさんだみたいな、アンさんじゃコンさんだ、もう名前がわけわかんない、コン、ユン、エン、アン、ヤン、もうわけわかんないけど、まあそうですか、天国、地獄、大地獄、地獄といえばですよ、聞いてください皆様、今日ですね、いつも大好きコンビニエンスストアでですよ、夜食としてカットフルーツ買ったんですよ、まあ、パイナップルなんですけど、まあ、このカットフルーツね、まあ、深夜の夜食として、まあ、店員さん聞かせてくれたんでしょうね、袋をガサガサ漁ったらなんかいろいろ入ってるなと思ったら、フォークが2つ入ってたんですよ。深夜にまさか一人でパイナップルをむさぼり食う男なんているわけないなっていう深読みをしてくださって入れてくださったんでしょうか。自分はね、さっきね、ちょっとね、悲しくなりましたよ。目頭に熱いものがね、ありがとうございます、バイロー。ではユンのストーリーを見ていってみましょう。天才憲法家ユンは一体どんなストーリーなのかと言いますと、実は中華料理屋でバイトをしてたりするんですが、それはさておきガエルとチュンには関係がない。まあでもかっこいいですよね。多分街行く人たちからキャーキャー言われるんじゃないかなと。ストリートファイターの中ではちょっとこう痩せてちっちゃく見えたりもするんですけれども、まあタッパもあるし、ガタイもいいし、天才少年ですよね。こんな少年のうちから竜や剣たち鬼とかと戦えるってことは、多分10年後ぐらいには相当やばいですよ。
少なくともそこいらのチンピラ、多分なんか車乗るより走った方が早いみたいな、それぐらいになると思うんですよね。で飛行機乗るぐらいだったら来月州で飛んでくみたいな、面白そうじゃねえ、多分そういうところあると思いますよね。ねえ、またねこのご飯粒がね、女の子たちがキャー、あのご飯粒に3億出すわーみたいな感じにさせてくれるんじゃないかなっていうところですね。いいと思います後ろのヤンの方が面白いんだけどユンは言うてですよ、よそ見はしてますけれども、俺はスケボーで頑張るみたいな感じなんですけれども、ヤンやばいな、スマシ顔すぎてやばい、やべえ。でも今回なんかちょっとコンさん自信ついちゃったかも、ちょっとメインキャラあるで。でもライキッシュいらなかったな、あれ使いづらいですからね。よし、ではランダムで2000、しっかり負けていきましょう。相手の方の名前、あ、やべえ、キャラ名が入ってる。これね、抜き算理論で言うとキャラ名入ってる人やばいよ、ガチ勢でしょって言ってましたから、確かになキャラ名が書いてあったのと違う、あのなんか油風呂の人の名前書いてあったのに騙した。あ、うーんばー、よし頑張ろう。名前絶対みんな騙されると思うな。うんば、あ、今ペーシー、あ、結構減るわ、セースの体力。よし、こっちのソニックブームの味はどうかな、おいしい、でででで、下から行く、上から、怖い、読み通り、いや、うん、ほうは、ほうは、ふん、は、ふん、ふん、はい、ふん、は、ほう、はい、うん、ばー、ばー、ほう、はい、ほい、はい、本気を出されてしまう、うん、ばー、楽しいですね、やっぱ DJ は。まあ、今作であんまり強くないと言われているんですが、だからこそ DJ 対策なんか誰もしてないから、まあなんか普通のキャラとして戦えますよね。うん、は、まあ、これはしゃんないです。上こい、こわー、無敵、あれ、おいしい、オーライ超ヘイ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 、なんてスト、頭を掴んでポワン、そしてオーレイ、オーレイ、あ、で、べ、上から来い。なんですって。なんということでしょう。もう実況じゃなくて、うん、は、俺、へ、ばば、と、タピスティーみたいな感じで、DJ と一体化してましたね。綺麗な、はぁ、あ。あ、やべ。今回。いや、でも、いや、むしろですよ。わかりました。次の試合も勝てます。今回ランダムでランクマを2勝するって最初に言いましたよね。今回は次の試合も絶対に勝てます、絶対に勝てます。かなり使えるキャラを引いて、まあ、相手の方がどんな猛者であろうが一周します。見ててください。カットフルーツを、俺この試合終わったらカットフルーツ食べるんだ、そして結婚もして学校にも行く、俺が戦闘式ならぬ苦悶式でございますよ、バイスンね、うん、そのキャラ前回対策させていただいたんですよね。バイソンは対策とのないダメ、これはね、相手の方結構やらってらっしゃる方なんですけど、まあ、ウルコンダブルですからね、上も下もどっちもござるですよ、これ頑張りたいですね。 T ホークとバイソンの相性は割といいんじゃないかなって気がしますよね。信念を持って戦い、そして勝つ、ダッシュストレート、密着だったらガードして攪拌とかあったりもするでしょうし、駒投げしっかり入れていけばドーンエスケープ、はい、セービング、うーん、やってくる系だな、コンドルス、そしてうーん、バッ、ういしゃー、見えとーる、やべ、ヘル、ヘルダイブやべえ、この人こっちよりやってくる系男子だ。使
かしジャンプ2回転です。あんまり減りませんがさすがに倒せるでしょう。こっちもやってくれ。やべ、やっちまった。ちょっと待って、減らなすぎなんですけど。めちゃくちゃ独特な感じだな。やべ、バレた。多いすぎる。こんにちは。スマッシュ。バレすぎなんですけど。噛み合っとる。やべえ。やべえやべえやべえ。自分の世界で生きてらっしゃる方だ。やべえやべえ、これ勝てる気がしない。どうだ、これぐらいは倒せるでしょ。いくらなんでもバイソンでも。さあ、あー、勝てる気しないわ。やばいやばいやばい、何これ。ちょね、動きやばいよマジで。ちょ待って、マジ無理だって、マジ無理だよこれ。何これ、ぶっ壊れちゃった。ダメだ。なんたること、勝ち誇っちゃいけなかったんだ。てか、ま、に、あ、うん、ありがとうございました。これから学校行って結婚してきます。次回もよろしくお願いいたします。失礼いたします。すごかったなぁ。